こんにちは、ウリツアです。フランス旅行でですね、欠かせない、見どころの一つのがもうこちらですね。もう言うまでもないかもしれませんけど、ルーブル美術館です。でもお客さんの中でですね、本当にお好きな方は3日間連続で通っても足りないという方も、いらっしゃるぐらい、本当に魅力のあるですね、展示がされているのがもうルーブル美術館です。もう行くだけでもですね、まあ、1個モナリザってモナリザ見るだけでも価値があると思います。で、まあ、ぜひですね、行く前にホームページとか、旅行雑誌などでこの予習をしてですね、ポイントを絞って行かれてください。そうしないと広すぎてですね、あまり見れずに、終わってしまう可能性がありますので、ご自身で行かれる場合は予習が絶対必要だということが一つです。あとですね、身軽な格好で行っていただきたい。やっぱフランススリとか結構多いですので、観光地特にですね、まあ、油断しているとスリに遭う可能性があります。身軽な格好で行くと。で、あとそのロッカーがですね、まあ、一応有料ではありますけれども、まあ、そこに預けていただくのも、館内見る前にですね、預けていただくのも一つの方法かと思いますけど、まあ、あとあんまり大きな荷物抱えたまま行くと入場拒否される場合がありますので、まあ、ここもやっぱり身軽な感じでですね、行っていただくのが一番かなと思います。それから、夜間営業をする曜日もありますので、ホームページなどチェックしてですね、夜のルーブルもまた、その外のですね、この夜景といいますか、美術館そのものも美しいので、まあ、それも一つおすすめかと思います。あとその、まあ、自分で行く場合もそうなんですけども、オプショナルツアー、これ現地発着ホテル、もしくはそのホテルの近くの拠点までお迎えに来て、それから、美術館、お送りして、やるというですね、そのオプショナルツアー等もたくさん、ありますので、それをしていただく、ご利用していただくのも一つです。それから、中を見る際もですね、オーディオガイドというのを借りることができますので、まあ、オーディオガイドを片手にですね、見るとより一層中身がわかるということです。で、今はですね、なんかスマホのアプリなんかを利用してですね、オーディオガイドをダウンロードしてできるというようなものもあるようなので、まあ、そういった最新のテクノロジーを利用したですね、ルーブルの見方、これも、新しくなってますので、もうぜひご利用いただきたいと思います。フランスに行くですね、お得なパック、こちらを画面下のコメント欄の上に貼り付けておりますので、ぜひそちら含めてご利用いただきたいと思います。それからオプショナルツアー等の詳細の URL も貼り付けてますので、ぜひそちらもご覧ください。本日はルーブル美術館のご案内でした。よろしくお願いします。